いつもよりプラス1本を多く牛乳を飲んで消費拡大に協力ください。秋元市長を訪れたのは雪印メグミルクのスキー部総監督原田雅彦さん。牛乳や乳製品の原料となる生乳が大量に廃棄される可能性があることから改めて消費拡大を PR しました。業界団体の J ミルクによりますと、新型コロナの影響で業務用の需要が落ち込む中、冬休みで学校給食がなくなるとさらに消費が減って、年末年始だけで5000トンもの生乳が廃棄される可能性があります。メーカーではチーズやバターなど日持ちする製品の加工に力を入れていますが、生乳は搾乳から4日ほどしか持たず加工が追いつかないといいます。牛乳の消費に一役買おうと、パフェが名物の雪印パーラーも今日からこんな取り組みが始まりました。失礼いたします。ただいま牛乳消費キャンペーンの方を実施しております。よろしければお飲みくださいませ。メニューを頼むとこの牛乳が無料でついてきます。サービスでついてくるのが200ミリリットルのパック入り牛乳。持ち帰りはできませんが、店内でならおかわりも自由です。美味しいなっていうのを実感していただいて、ご自宅でもぜひ飲んでいただければなというふうには思います。みんな飲むので毎週買って飲んではいるんですけど、牛乳の料理をちょっと増やしてみるとか、シチューとかグラタンとかなんかできればいいのかなっていう感じですかね。牛乳の無料サービスは来月18日までの予定です。